さて続いては中継コーナーに参りましょう。今日は神戸動物王国から生中継をお送りしますが、ご覧のようにポートアイランドにあります。休園日は木曜日です。営業時間ご覧のようになっておりますが、今日はこのお二人がリポートしてくれます。ブルーウェーブのお二人なんですね。檜山さんとは初めての共演になりますけれどもね、左手の隅川さんという方は、ブルーウェーブという芸名通りオリックスファン。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ、右手の4番サードの石澤さんは、ご本人曰くギリ巨人ファンという表現をされています。あれどういうことなんでしょう、ギリ巨人ファン。どういうこと、4番サードってなるとやっぱ長嶋さんのイメージあるから、そういうことなんかな。あ、つながりました、そのあたりの真相どうなんでしょうか、では神戸動物王国にいらっしゃいますブルーウェーブの隅川さんと4番サードの石澤さん、お願いします。どうもどうもどうも、ブルーウェーブです。お願いします。ちょっとアリクイばっかり、ちょっといいんですよ僕たち映してください。うんちの後にイカ取ってくださいよ僕。どうもブルーウェーブです、お願いします。よろしくお願いします。あの私西澤、はい、喫水の阪神ファンでございます。どちらですか。本当にありがとうございます。いやでもね、檜山さんにね、こうやって一緒に番組出れたらすごい嬉しいですね。ありがとうございます。檜山さんと共演できたのが嬉しすぎて、僕の左手が、左手がチェンジアップの握り方になってました。いや野球好き好き少年か。井川さんにも同じやってましたね。このギャグは何塁打ですか。これあ、それ今のは井川君からこう習ったあのチェンジアップの握りかな、はい。そうですね、井川さんに褒めていただきました。直伝のサークルチェンジです、はいはい。ということで僕たちはですね、神戸動物王国の熱帯の森に来ておりまして、あの見てください、この動物たちいっぱいいるんですが、なんとあの青い鳥でですね、頭の羽が可愛いオオギバトという鳥がいるんですよ。オオギバト、なんと神戸動物王国では8月にそのオオギバトの赤ちゃんが生まれまして、むちゃくちゃ可愛いんで、さっきまでここにいたんですけど、あの放送が始まったらあの緊張してどっか森の奥に逃げちゃったんですよ。これが生中継です。いいですね。ちょっとさっきまでいたんですけどね。あの鳥だけにチキンハート。何やそれ。だから皆さんむちゃくちゃ可愛いんだろ。大木場とを見にですね、神戸動物王国ぜひぜひ来てくださいということで、ね、はい、ただただまだまだメインを、ね、見てください。トレーニングしております。すごいんですよ。可愛いな。でここら辺動物もね、こうやってもう身近にね触れ合えるんですよ、こちらね。で今日ねすごいのがいるということで行っちゃいましょう、西澤さん。あ、すごいやつが。見てください。まずはこちら。怠け者がしっかりと怠けておりますテレビ向きやな。むちゃくちゃ怠けてますね。テレビ向きこそ怠け者やな。いやすごいですね。ただね、まだまだすごいのがいるんですよ。これ以上の、はいはい、あちらあちら行ってみましょう。うわ、絶対あれや、絶対あれや。ちょっと待ってくれよ。え、あれペヨンジュンですか。ペヨンジュンじゃない、マフラーじゃない。マフラーちゃいますよ。見てください、こちら、ちょっと待って、テントロルパイソンでございます、こちら。うわでかー。いやむちゃくちゃ大きい。実は神戸動物王国ではですね、先週の9月2日からテントラルパイソンをこうやって首に巻いて記念撮影を撮れるイベントが始まってるんですよ。ちょっとほんまにこれ、怖すぎる、怖すぎる。距離取ってますよね。これは大丈夫なんですか、巻いてない。おとなしい子なのでじっとしておいてもらったら大丈夫です。毒とかは。毒はないんですけど、はい、あの締め殺すタイプ。いや、こう、怖いこと言いますね。あ、ご冗談を。お名前は何て言うんですか、あの。お名前、センちゃんって言います。センちゃん。はい、種類はセントラルパイソンというニシキヘビの仲間です。檜山さん、セントラルリーグでプレーしたから結構ね、あの薄い愛着があるんですか。薄いセントラルパイだけに。これもうまいにしときましょう。これと2枚目。これ何ですか。この子は優しい子で、巻いても全然大丈夫ってことですもんね。そうですね、この子は、はい、おとなしい子で、じゃあ僕たちも任せていただけるんですか。そうですね、ただ正直僕たちあの蛇むちゃくちゃ苦手なんですよ、二人とも。ということで、西澤さんが巻いていただけるんですか。いや本当に全然セリフなかったから。いや俺もう3個ぐらい笑いとったよ。いやそんなことないよ。じゃあじゃんけんで決めよう。じゃんけんで、なんでよ。じゃんけんで決めますね。じゃあ最初はグー、じゃんけん、ポン、よし。ちゃんと負けた、ちゃんと負けた。ちょっと痛いで、握ると嫌がっちゃうんで、下からそーっと支えてもらって。ただ巻く前はむちゃくちゃ怖かったんですけど。いや見て、締め付けてるって。ほんまやほんま。巻いたら、大丈夫、いってる、巻いたら、巻いたらじゃない、巻いたらむちゃくちゃ可愛かったです。あ、やす、優しい、はい、優しいないよ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。めっちゃ動くな。落ち着いたら優しいから。
ペロペロしました。今これこちらほらこの太さ、今さこれバットぐらいありますよこれ。持ち方バットみたいにすんなお前。むちゃくちゃ可愛いこれ。これ記念撮影撮れるんですか。はいそうです。これ、僕ヘビと今日で友達になれたかもしれないです。すごいなんか怖くなってる。怖くなくなりましたか。なんか好きな食べ物とかあるんですかこのパイソンちゃんは。この子はネズミが好きなんです。ネズミ、このぐらいのラットを丸飲みにして、この人には何も聞かない方がいい。いやということで皆さんもねこれ記念撮影撮れるということなんで、はい、ぜひぜひね記念写真を撮りに神戸動物王国に遊びに来てください。以上ブルーウェーブがお届けしました。あれねーすごい可愛い。いやすごいすごいですけど、住川さん意外と冷静に ね、はい、そうですよね、されてましたよね。はいはいはい、はい、でも西澤さんはやっぱり腰引けてますし、ここ、ね、結構動いてるからね。僕ね高校の時に修学旅行で、はい、ハブとマングースの戦いです、はい、そこで僕ヘビ巻きました。やってるんですか。誰か巻きたい人と言って友達が煽って、はい、お前行けお前行けって言ってこう首の上ボーンって。でも案外サラサラですよ。そうなんですか。ヘビの体ってサラサラ、はい、でもここまで動かなかったんで、うんうん、じっとしてたから良かったですけど。うわ結構やんちゃな今ね。やんちゃな、やんちゃ可愛いね、センちゃん、センちゃん、センちゃんね、うん、そうか。檜山さんもご経験ありだったですか。私はまだしたことがありませんが。でも ね任せてくれるって言ってね、なんかそうです ね、 ね、1回500円で記念撮影もできるということなんで、皆様ぜひ興味があれば、神戸動物王国にというところなんですが、うんうん、まだヘビは参っているんでしょうか。ブルーウェーブの2人はどうなってますかね。おお。あれちょっと待ってください。あれ1人だけ。完全に友達になりました。見てください、ほらこちらさん見てください、これあでも懐いてるな。感想を聞いたヘビ、うん、あら今日巻きついてみてどうですか。ヘビさん答えれないでしょう。どっちに答えられない。でもどうな、どういう感じ。ロペロそのね、正直もう仲間です。センちゃんですよね。センちゃん、センちゃん、センちゃん、俺のこと好き。好きなんですって。どういやな。いやこれこれSNS に、ね、絶対投稿したらバズるんで絶対。あうわあれ言葉ありませんよね。リスさんも仲良くなってるよ。何や言うて。いやでも可愛らしいな。いやこれめちゃくちゃ可愛いですよ。あじゃあちょっとスタジオ近いんで持っていきますか。いやいやこれ熱帯の森から出したらあかんから、いやまだねぜひほんまこうでもいろんな動物いるんでね、うん、あそこにもすごい大きな魚とかもいるんでよかったら遊びに来てください。待ってるよ。どうもありがとうございました。ブルーウェーブのお二人が神戸動物王国から伝えてくれました。懐いてる懐いてる。ねえ、うん、よかったですね。仲良くなりました。うん、ここまで檜山慎二郎さんでした。どうもありがとうございました。それでは